今日は本当こういう道ばっかり走ってますね。そうですね、このヘアピンカーブみたいなの、おーっと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 、え、これ何ですか、昔走ってたんですか。そういうことですね。ここの林業で作業員を運んだりしてた、はい、ああ、そうなんだ、うん、おいおいおい、今どの辺にいるんだろう。もうちょっといろいろ移動して分からなくなっちゃった。さっきまでいたのがこの一番端ですね、伊川。あ、そうですね、ね、うん、このダムとか見て、はい、で途中戻ってきて、伊川からずっと来て奥大井湖上へ来ました。はい、そしてですね、今、はい、ここ須磨田郷温泉に来ました。おー、はい、温泉か。はい、っていうのはですね、今ちょうどここにですね、夢の吊り橋って書いてるんですよね。はいはいはい、先ほどもなんか夢の吊り橋ありましたね。あった、こっちにあったよね。え、ここも夢の吊り橋なんですね。え、どっちがどっちなんだ。どっちがどっちなんですかね。でもね、夢の吊り橋、はい、うーん、あ、こちらですね、これですね。お、結構スリリング系ですよ確かに、ちょっとこれも先ほどの夢の吊り橋もね、なかなかスリル、あ、満点で、はい、こちらもスリル満点と書いてますね。なるほど、いっぱいあるんだな。じゃあ行ってみましょう。はい、はい、いや、これいるのかな、鹿が、カモシカ、あのカモシ、300m、この一通ですのよくわかんないね。あ、夢の吊り橋 250m ですね。さあ絶景まで、あ、なんかあの、え、色がすごく青くないですか。色、何の、ほら、あの湖の色、あら、さっね、朝のあのグリーンじゃなくて青に近いですね。あれ、これ北海道じゃないですよね。そう、そうですよね、青池ぐらい青いですね。え、うん、そうですよ、これは青池ぐらい青いですね。あの青さを、そして、うん、あれ橋ですか。本当だ、本当だ、見えてき た、あれ橋だ。遠いぞまだお、そしてここからは、あ、なんと降り口、ここから降りるんですか。階段ですよ。おお、なんと、なんと、あ、だからこれダムなんですよ、そこが大間ダムって書いてある。あ、なるほどですね、そこがダムなんだ、うん、いや、私こっからちょっと取っとこう、取っとこう、一つその望遠で、うん、あの、ちょっと取っておきたいな。いや、青い池ですよ、ね、この色はまさかここで見れるとは。うわ、綺麗。いや、あのね、あの新緑菜の緑の淡い色と背景のあのブルーの色のコントラストがすごい綺麗。いや、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。大野さんの服の色ですよ、もはや。そうです、ね、もはや、そう、ほんとそう、見てください、あのちょうど、ね、ほら、ほら、ね、同じ、同じ。ちょっとなんか吊り橋忘れてるこっちの緑の、そうね、このよいしょ、水の方へ、水の方へ行って、いや、ちょっとちょっと、なんかちょっと、ちょっとなんかどうしても1枚取らないと、ちょっとなんかもううまい具合にこうなんかこうね、なんていうのかな、このポイント、ポイントがね、いやー、これがすごい。うん、あそこ少し反射しててそれも綺麗だな。あ、そういうことなんだね。その全てこうブルーグリーン系でちょっとしたこの色合いというのかな、陰影とかも合わせてですね、綺麗だな、綺麗ですね、うん、あー、吊り橋、
来ました、吊り橋。あー、なるほど、なるほど、夢の吊り橋、うん、こちらの夢の吊り橋も確かになかなかこの板がね、板がこう、そのなんだろう、このちょっとこの、はい、ドキドキする吊り橋のことを夢の吊り橋という形容するようになってんのかな。これなかなかのドキドキ度ですよね。解説があります。夢の吊り橋、はい、夢の吊り橋はかつてこの地で暮らす人々の生活道として使われていました。戦前戦後にかけて須磨岳を含む大井川流域一帯で水力発電と森林資源を目的とした開発が進み、夢の吊り橋の下流には大間ダムが建設されダム湖ができました。今夢の吊り橋の美しい景観を作っているのはこの大間ダムです。この橋の真ん中で願い事をすると恋が叶うという言い伝えもあり、なかったでしょそんなのいつしかこの橋は夢の吊り橋と吊り橋と呼ばれるようになりましたと。なるほど。現在は美しい自然に触れられる景勝地として多くの人が訪れる場所にと思っています。なるほど。なんでこんな恋とかにみんなこう、そうですね、先ほどのあの古城駅もね、古城駅も恋、何でしたっけね、なんかで、かけて古城駅、いやーすごい、これはなんかこのたわみたわんでる感じが、ここから一枚、はい、こんな感じかな、うん、なんか横でもいいかもな、うん、はい、あ、横もいい、この感じ横もいいかもしれないですね。なるほどね。しかもね、この手すりもうちょっと高い位置にあってくれないかな。無理です。あのね、これの位置が本当、これをやろうと思ったらこうなるんですよ、体が傾くの。だから触らずにまっすぐ歩く方がまだいいような、こうなりますからね。なんかもう歴戦の勇士じゃないですか、いろんな吊り橋渡ってきた桃さんなら渡れる、大丈夫、ゴー。ちょっと揺れる、これすごい、頑張れ。これ定員10名って、10名絶対10名やめてほしい。なんか10名とか、10名ですよ、10名での揺れを考えたら、なんかうわ綺麗だな、いやいいっすよ佐藤さん。ところで佐藤さん何やってんですか、そこで。いいっすよ、頑張れ。いやいや頑張れじゃなくて、ちょっとなんすか。あー、でもさあどんな感じか、景色は綺麗だわ、皆さんお楽しみください。まずは、はい、板2枚しかございません。あ、景色は綺麗だわ。おお、あ、風いらない、風吹かなくていい。確かにね、風いらないっす。はい、マジでここで入れ替わるんですか。ちょっと待って、ちょっと待つの、ちょっとまずその、うん、この揺れが、揺れ止め、これ一番でも揺れる場所だからね、真ん中はね、揺れてます、揺れるの分かるかな、これ揺れてる、はいはい、いけます。お、はい、ちょっと待ってよ、これで撮りたいんだけど撮れるかな。あ、ダムが見えてますね、こっちにね。え、ダム、うん、ちょっと待って、おお、ダム見えてますね、大間ダムあれば、ね、うん、あとなんかこのね、真ん中にこう巣ができてて、いやー綺麗ですね、はい。あー、やっぱりね、さっきの上からの方がこの色、このあ、綺麗だったかもしれない、湖面のこの色はね、確かに上から良かったかもしれないかな、
持ちいいですね。ちょっとあそこのあたりとか綺麗綺麗、湖面に映ったりして、ちょっとこの魂の一枚を魂の一枚、このじゃあ1枚でも10枚でも、超集中してます。今めっちゃ集中してます。なるほど、はい、すいません、はい、魂ポーズ、魂の一枚、はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと正面向いて普通に渡ろう。はい、はい、普通に行きましょう。もうちょっとそーっと歩いて。そーっと、そーっと、そーっと。はい、はい、来ました。いや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 、もうさ、はい、ちょっと足屈伸運動してみてくださいよ。え、屈伸運動すごい足きてませんか。そうですね、疲れましたね、足が。吊り橋って想像以上に足にくるんですね、うん、そうですね、吊り橋、そうですね、いやー吊り橋、ね、なんか私本当にもう本当に絵的にね、吊り橋とこの、まあ、渓谷ですよね、その橋がかかってるわけだから、そのね、その吊り橋、この新緑、うん、この絵をもう撮りたいと思って、その自分が実際この吊り橋を渡るっていうことを全く頭に入れずに今日来たんですよ。来てから、あ、待てよ、これって渡るのかなみたいな、あ、そうだったみたいな感じでちょっとね、そしなかなかの今日はですね、なんだろう、もうこの疲労感は、その今の、はい、まあね、この 体力っていうのもそうですけど、ちょっと動機がこの脈がですねちょっとフィールドアスレチックをドキドキドキ、一日中ドキ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 しっぱなしだったかなみたいなところですか、うん、うん、これ今日はもうぐっすり寝られそうだみたいな。いやでも写真いいのいっぱい撮れたでしょ、でも、うん、写真はね、今日は本当にどうでしょう、良かったんじゃないでしょうかね、うん、本当にもうこの秘境のような場所ですけど、だからこそのこのね絶景が、でも本当にこのね新緑見てくださいよね、本当綺麗。ちょっと今ねもう雲がだいぶ出て、まあ、日もねちょっと傾いてきてしまったんですけれども、いやー本当綺麗ですね、うん、うん。そしてね最後ラストはこちらね、このブルー、ブルーが、いやーこれは綺麗だ、すごくこんな真っ青なのはね、いやーなかなかないですよ、うん、いや良かったですね、本当良かったと思います。おすすめですね、うん、まだこれから夏に、ね、なってもっと緑は濃くなりますけど、でもその釣りバスとのグリーンのこのコントラスト綺麗なんじゃないでしょうか。はい、カメラとブラともみ、次回も素敵な出会いの旅を探していきたいと思います。ぜひお楽しみに。